五箇条の御誓文。人は無理やり御誓文。1868年。明治維新の際、明治政府が新しく発足するにあたって天皇が天地の神々に誓うという形式で示された明治新政府の基本方針。五箇条よりなるのでこう呼ばれます。明治天皇は当時まだ16歳でしたので、文章自体は福井藩出身の参与であったより構成が起草し、土佐藩出身の制度取り調べ参与の福岡高親が修正したものに、さらに長州藩出身の参与の木戸孝義が編集をして成立しました。誓文は、明治天皇が京都御所の指針殿で、公家や大名を率いて神に誓うという形で出されました。このような儀式は、国家の中心に、大名ではなく天皇を置くことを示すものでした。五箇条の御誓文。一、広く会議を起こし万機公論に決すべし。広く会議を開いて、すべての政治は人々の意見によって行われるようにすべきである。一、上下心を一にして盛んに経輪を行うべし。上の者も下の者も心を一つに、国を治め人々の生活を安定させる政策を行うべきである。一、幹部一都庶民に至るまでおのおのその志を遂げ人心をして馬さらしめんことを要す。役人、武士、庶民まで身分の違いを超えて、それぞれの志を実現できるような社会を目指し、人々が失望したりやる気を失うようなことがないようにすべきである。一、旧来の老習を破り天地の行動に基づくべし。今までの悪しき習慣はやめて、国際社会に合った行動をすべきである。一、知識を世界に求め大いに好奇を新規すべし。新しい知識を世界から学び、天皇が国を治める基礎を築いていくべきである。